さて琉球のスターティングラインナップです。ゴールキーパーは田口、後ろ上原真希とリヨンジ、中川沼田の4枚、ボランチは池田と竹澤が今日もコンビ組みます。で前に右中野、左ケルビン、ワントップ野田で、その下に、清武が入ります。町田のスターティングラインナップ、ゴールキーパーはポープウィリアム、奥山、深津、高橋、尾長の後ろ4枚、ボランチは宇野と安井がコンビで、右に太田、左に平と、前はドゥドゥと長谷川のコンビとなります。起点はポープウィリアムでした。セカンドボール、中野、野田、清武、左サイド沼田上がっていきます。沼田アーリーで入れる、野田、ポスト左。いや崩しは本当に完璧だったと思いますね。清武選手はここでうまく前を向いてからですけど、はい、沼田選手ウォーミングアップからアーリーコースかなり練習していましたので、それが生きたシーンですよね。ダイレクトでしっかりと入れること。平戸蹴ります、円滑つけてきました。長谷川で宇野、太田、左足で入れてきましたが、ここは沼田。いやいいボールですよ。平田選手としては絶対に入ってきてほしいというボールだと思いますね。そうですね。ふわっと浮かせてちょっと手前、リング決めた。合わせたの高橋翔平。そうですね、これも完全に狙っていましたね、町田の方は。なるほど、しっかりと落とし込みをしてたと思いますね。ポポビッチ監督に送るまず先制ゴールとなりました、高橋翔平。あーもう、平田選手のこうキックの質で落とすボールだと思うんですけど、はい、高橋選手がやっぱニアの方にいて、深津選手がファーの方に走っていたので、はい、琉球としてはこうどちらについているのか守りづらい状況だと思いますけど、はい、ただ高橋選手 のバックヘッド気味は深津まで下げました。深津ドリブルで一つ運んで大谷入れます。長谷川、平戸、ドゥドゥ、見事なダイレクトパス、オナガ右足で入れる、ドゥドゥのヘッド、こぼれてコーナーキックです。今チームに必要なことをしっかりと、はい、ハーフタイムで、選手に伝えています。狙ってきました田口、コーナーキックです。回してくると思わせたところ、ニアをついてきましたよね、はい。中野追って引っ掛けて奪う、前向き、野田が右走ってます。野田の足元追いつかない、上原が走る、追いついて下げて清武転がす、池田打つブロック。今日のゲームも残り時間10分切ってます。清武のキック、中央でヘディング、枠を逸れていきました。リヨンジのヘッドでした。宇野大丈夫でしょうか、まだ倒れてます。しかし琉球はボールを保持し続けて1点を追いかけるんで、中に入れてきた上原。残り時間は目安あと1分といったところ、チョンテセのスラッシュ、琉球の中川ロングボール、尾長が跳ね返す、チョンテセ迷いなく体を入れて打つ。いやすごいいいシーンでしたね、チョンテセ選手。あのタイミングでむしろズバ抜けてますよね、リーグの中でも。彼も37歳、はいはい、大ベテランですが、長いボール入れて4時落としたボール、池田が寄せて、まだ琉球がつなぐ、ワンチャンス残されているか、目安の時間は過ぎてます。富所のキック、上原慎也、ここで試合終了のホイッスル、0対1、勝ったのはアウェイチーム町田。嬉しい嬉しい、55歳、今日誕生日のポポビッチ監督、8点3をプレゼントすることができました町田です。